北棒ぶり市は、岡山県真庭市の北棒地区で開催される、都市の市である。300年以上の伝統を有し、現在は、毎年2月第1日、北棒地区の中心にある、阿財商店街で開催される。2004年、ふるさとづくり2004で、第8回ふるさとイベント対象部門賞を受賞した。阿財は、近畿と九州、山陰と山陽という東西。 南北の交通が交差し、かつて北部機微の要衝として栄えていた。旧正月前の12月25日には、山間部のご馳走だったぶりや、正月用品などを売ると獅子が立って賑わったとされ、1700年に陣屋の大観が書いたとされる市開催許可状の古文書が残っている。その後、備中松山藩主であった石川総喜びが1744年3月、 伊勢亀山藩に放された際、国高を合わせるために、北某を中心とした、金号十三家村一万国が、伊勢亀山藩の飛び領地となり、中津井に陣屋を置いた。そして、領内繁栄のために飛ぶ利子を奨励し、繁盛するようになった。山里で魚を食べることが少なかったこともあり、正月だけはぶりを食べようと多くの人が繰り出し、米一票の価格のぶりがに、 三千本売れたと言われる。また、ブリシの風に当たると運が良い、風を引かないと言い伝えられ、今も続いている。以後250年近く、ブリシは開かれてきたが、1988年に、アザイ商店街が町おこしとしてイベント化し、大館による許可状伝達式を開催するようになった。2000年には、開始300周年の記念行事が行われた。 2004年、ふるさとづくり2004で、第8回ふるさとイベント大賞部門賞を受賞した。全国から応募された164イベントの中で、1日3万人もの人で賑わっており、地場産業振興や観光客誘致に寄与していると評価された。1990年代は、旧正月に近い日曜日に開催されていたが、2012年現在は、2月の第1日曜日、 10時から16時に開催されている。ブリシ当日は関所が再現され、10時になると伊勢亀山藩から飛脚がブリシ許可状を届ける。それを大官が読み上げ、アザ商店会長が受け取って開幕する。アザ商店街の1キロメートルを歩行者天国とし、道の両側に約100点の露店が並ぶ。その途中で丸匠で駒をかけて再現された。 ブリ小屋が2カ所設けられ、長崎、姫、境港などで水揚げされた約200から300匹が、地下の3割安程度で販売される。露店には他に、食料品、陶器、衣類、植木や花などが並んでいる。2008年からは、PR として会場となる、阿ザエ商店街に、ブリの形をした体長2.4メートルのちょが掲げられるようになった。 また長さ約300メートルの昭和通り商店街では15件ほどの商店が軒先に長さ1メートルのブリ形ちょうちを2体ずつ吊るしている。ブリ市は毎年3万から3万5千人が県外や県内から訪れ賑わっている。ありがとうございます。